久保さん宮崎駿さん行きましょうか、はい、大事なことは大体めんどくさい <laughs> 大事なことは大体めんどくさいと宮崎駿さんねあのお仕事の風景たまにそのなんかあの特集されてるんですけどこのアニメのお仕事大変ですよねうんめちゃくちゃ大変ですねうんなんかそのもう缶詰状態でみんなねアニメ書いて いやまあ、大事な映画ほどめんどくさいですよね。あれは仕事きついと思いますよ。うん。締め切り映画、この、まあとりあえず、あの、見ましたけど何回かその、仕事風景の、その締め切り映画出すぞっていう。大変です、あれは。うん。そう。まあでもね、めんどくさいこともやらないといけないこともあるわけですよね。 僕もあの、仕事でやってるんで、仕事でやってる以上はめんどくさいこともありますよ。うん。まあ、それはしょうがないじゃないですかね。うん。ただ、まあ、あのー、なんだ。慣れてしまえばめんどくさくなくなることもありますし、まあ、久保さんの言う通り、何回やってもめんどくさいこともあるだろうし。うん。ただ、 それをめんどくさかろうが簡単にしようがどちらでもいいんですけどもやることによってうーん,なんですかね生活できるんだったらやるしかないですよねでもやらないことによって生活ができなくなる困窮する、うん、でもめんどくさいからやらない、うん、それはダメじゃないですかねうーんまあ あのその人次第ですけどねその人が面倒くさいこと何もしたくないし働きたくない俺はその,あの保護の生活保護でしたっけそのまあそれずっともらって生きていけばいいやと思ってるんだったら、まあ、それはそれでいいしただ僕のお客さんで生活保護歴何年だ20年ぐらいですか引き込みの人ごミ屋敷さんっていう人がいるんですけどもうもうもう嫌だっつってましたね その人はね、もうこの生活20年生活保護の生活そんぐらいやってもうもう抜け出したいみたいな、うん、言ってましたけどまあ人それぞれですよね抜け出したいと思う人もいればああ多分それでずっといいやっていう人もいるだろうし、うん、まあ自分次第じゃないですかねいってらっしゃい。